ブルーハーツを好きな人にはぜひ見ていただきたい。エンタメ好きの大人たちへお送りするながら聞きチャンネル、杉谷正明の一人演芸協会です。ロックって何なんですかという質問をすると、マーシー真島正俊さんは非常に不機嫌になりますよね。ロックやってる人にこういう質問をすることはタブーみたいなところがあるんですが、ロックってでもこうだよねとか、ロックってああだよねなんて話を自由に展開できるのが我々一リスナーの特権でもあって、それはトンネルズとダウンタウンどっちが面白い、共演したらどんな感じになるかなと、まあ自由に話すことができる、それと似ていて、ロックってこうだよね、ロックってだからいいよねみたいなことを改めて感じさせてくれる映画の紹介でございます。そして今日のこの動画はですね、前編後編と一部つながっておりますので、明日アップする予定の動画とセットでお楽しみいただきたいなと。この一部続くというちょっとニュアンスとして変だと思うんですが、まあ、とにかく今日と明日の動画2つセットでちょっと聞いていただきたいなと思うんですが、紹介する映画2021年に公開されたアメリカ映画、タイトルはミッミックステープ伝えられずにいたことという映画でございまして、尺が97分と非常に短いのでね、見やすいんではないかなと。有名な人はそんなに出てないんだけども、ブルーハーツを好きな人にはぜひ見ていただきたい映画なんですね。ただねこれね、ネットフリックスオリジナルです。なのでちょっとネットフリックス入っていないと見られないんですが、ただネットフリ入ってないから見れないじゃんと思う中で、今日のこの動画に関しては、最後まで、お聞きいただきたいなと思います。でこの映画のあらすじね、舞台は1999年、世紀末ですね、アメリカ、2000年問題なんかが非常に話の内容に出てくるくだりがあるんですが、12歳の少女ビバリー、これが主人公ね。このビバリーはおばあちゃんとの2人暮らしをしております。このおばあちゃんといっても、まあ40代後半ぐらいなんですが、このビバリーは両親がいないんですね。なので、おばあちゃんと過ごしているんですが、この両親はじゃあどこ行ったかというと、もう早い話がこのビバリーの両親ってのはシド&ナンシーでね、どっちもロック少年ロック少女で、10代でビバリーを産んでそのまま事故死してもう死んじゃってるんですね。まあだからそのままというか、まあ産んでビバリーが2歳ぐらいの時に、まあ事故死で、亡くなっていると。で、そのためおばあちゃんが、まあ、ビバリーの面倒を見ているというような生活をしてるんですが、ビバリーはある日地下室で2歳の時に亡くなった母が、お母さんが作ったミックステープを見つけると。ミックステープってこれよく昔作んなかった、なんか自分でさ、カセットテープに自分のベストテープみたいなこう好きな曲をこう入れてってさ、であのインデックス台紙、インデックス用紙、あのカセットテープでついてるじゃない、なんかあの曲リスト書くところがあそこにこうさ、なんか書いてったりって、ブルーハーツリンダリンダとかわかんないけどさ、そういうこうミックステープ、お母さんが作ったミックステープを見つけると。で、あ、これはお母さんが昔作ったやつだと。でこれをちょっと聞いてみようと思うんだけども、かなりこう劣化してしまっていてね、テープがこう擦り切れて聞けないんですね。で、聞けないんだけども、そのインデックス台紙用紙に曲名とアーティスト名が書いてあったから、それを頼りに町のレコード屋さんに行って、この曲ちょっと聞きたいんですけどとかってこう言いに行くわけよ。そうするとこう町のレコード屋さんの小さなさ、レコード屋さんのそのお兄さんというかおじさんが、なんだこれみたいな、これかなみたいな感じでこう曲を教えてくれて、で、ああこの曲をお母さんは聞いていたんだという流れで、1曲ずつその曲を探して行くみたいな映画で、そのミックステープ、お母さんが作ったミックステープの中にブルーハーツのリンダリンダが入ってるんですよ。この件に関しては後で触れますけども、でこのミックステープの中には、キンクスとか、ストゥージス、まあ、イギーポップですね、それからロキシーミュージックとか、そういった並びの中にポツンとブルーハーツも入っているので、その女の子がリンダリンダを初めて聞くシーンとかがあるわけよ。でドーブネズミってこうイントロが流れて、ん？これは日本の歌だなみたいな、何を歌っているんだろうって、リンダリンダって始まった瞬間にわーってなるみたいな、シーンなんかが描写されていて、なんかすごくね、まあ日本人としてはね、日本人としてはというか、まあブルーハーツファンとしては非常にグッとくるものがあるんだけども、まあそんな流れがあって、ちょっとずつこう曲を集めていく、行きながら、まあレコード店のおじさんとも仲良くなっていって、学校の同級生の
台湾人だったかな、台湾人の女の子とか、ちょっとイケてるロック少女とかと仲良くなっていきながらお母さんの足跡を探していくみたいな映画で、この曲を探すときにその台湾少女の女の子の家にはマックがあって、パソコンね、でそれでナップスターで曲を検索したりするあの描写もあって、懐かしいよね、ナップスターファイル共有ソフト、確かになんかちょっとあったなこの時代っていうね、いろんな方法を使って、まあそんなにお金もあるわけじゃないからね、あまだ女の子あの12歳とかだから、いろんな方法でこの曲を探していくという、物語で、まあこの子はね、もともとこのビバリーはちょっとこう浮いてるというか、まあちょっと軽くいじめられっ子でもあって、まあ、いじられキャラでもあるんだけど、そのさっきも言ったちょっとクラスのねイケてる、まあ、あの子はアメリカ人なのかな、アメリカロック少女と、そのロックを共通言語としてちょっと仲良くなっていったり、その台湾人の女の子とも仲良くなっていったりっていう、なんかすごくね、まあ感想、ネタバレなし感想にここから入りますけども、あの心温まる B 級映画っていう感じで、特別ものすごいアイディアや発明や奇想天外なストーリーがあるわけでも何でもないんだけど、ロックが好きだとかブルーハーツ好きなら見ておいて損はしない映画じゃないかな。すごく短い映画だしね、なんかね食感としてすごくこうさらっとした、手触りとしてはすごくさらっとした映画なんだけど、でもこっちが勝手にこう広げて楽しめるというか、なんかそういう良さがある映画なんですよね。だから青春と音楽を掛け合わせた題材にした映画っていいよね。基本的にその決定的だったのはスクールオブロック、これもぜひね見てない人がいたらスクールオブロックはぜひ見てほしいんだけどね、まあ青春とは少し違うけど、ボブという名の猫とか、この間も一連芸で紹介したイエスタデーとかね、ビートルズがもしこの世になかったらという世界線を描いたイエスタデーとかも、これもねちょっと概要欄にまとめて入れておくので、気になる方いたら、ぜひ映画ね、そっちの映画も見てほしいなと思うんですけどね。ロックと青春、あの最近で言うとアニメだけどね、日本だとあのブルージャイアントもそうだよね、まあこれはロックというよりジャズなんだけども、まあそういったこう青春とロック音楽というのを掛け合わせた映画で、あともう一個思ったのはこの映画見てて、80年代が舞台の作品ってのは結構多いなというか、この2010年代に作られた作品って80年代舞台にしたものが結構あると思うんだけど、この2020年代に入って以降は今後90年代が舞台の、まあ、作品も結構増えてきそうだなと。で、まあ、本題というか、まあ、最後にという話なんだけども、じゃあなぜこのアメリカの映画、こういう題材の映画にブルーハーツが出てきたのかという、まあ、僕の予想としては3つあってね、1つはシンプルにアメリカでもブルーハーツが一部認知されているから、まあつまりロックファンの間でね、アメリカの一部のロックファンの間でもこのブルーハーツというものが認知されているから、まあまあ、まあ時代設定というかね、背景を考えてもまあまあ出てきたんだろうと。で2つ目の予想としては、この両親、まあお母さんがすごくロックが好きだったっていうことを示すために、まあ、世界中のロックバンドを愛していたみたいなことを表現するために、わざわざ日本の、まあ、ブルーハーツという、まあそれにしてもじゃあなんでブルーハーツだったんだっていう、ブルーハーツを選んだのかっていうさ、この制作側がね、ということは疑問にはなるんだけども、まあとにかくこのお母さんがものすごいロックに傾倒していたっていうことを示すために、アメリカとか分かりやすい当時流行っていたバンドの曲だけじゃなくて、世界中のロックバンドを愛していたっていうことを伝えるためにブルーハーツ、日本からブルーハーツを選んだということと、そして3つ目の予想、これが明日の動画につながってくる話になりますので、明日の話はこのまあ映画の話というより、よりブルーハーツに関する話になりますので、ぜひ明日もですね、この人連芸協会に来て、また聞きに来ていただければと思います。この番組では見たしても嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいております。そしてここまで聞いていただいたあなた、ぜひチャンネル登録と、普段表ではできない話を裏側で特に最近は強化してやっておりますメンバーシップ登録の方もお待ちしております。杉谷正明でした。では明日またブルーハーツの話でお会いしましょう。